和歌山カントリークラブは、和歌山県和歌山市にあるゴルフ場である。1955年代初、日本中がゴルフ場新設ブームだったが、和歌山県内のゴルフ場は1956年会場の白浜ゴルフクラブ会場、設計、佐藤銀一、松山勝良司カツラの一箇所だけだった。そうした状況下で、株式会社毎日新聞社和歌山市局長の原田。 人氏は、1960年11月11日、会社を退職し、木の川の河川敷に9ホール、2025ヤード、パー31規模のゴルフクラブを開場させた。原田が、和歌山県庁のプレスクラブに出入りしていた時、北村や三郎と知り合った。北村は、1926年、和歌山県有田に生まれ、野球で有名な、 美ノ島高等学校に進み相撲部に入った。関西学院大学で相撲部に入り学生相撲で活躍し、卒業、株式会社電通大阪支社に就職した。そこで北村は和歌山県知事の小野真嗣の目に留まり、電通を辞め知事室で働くことになった。スポーツ好きの北村は原田が会場した木の川の河川敷のゴルフクラブの会員となり、また、 原田の事業成功に刺激された。その後、原田から教師峠近くにゴルフ場向きの山があるがという話が持ち込まれた。北村は、よし、和歌山カントリークラブを作ろうと新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、和歌山ゴルフ場、株式会社を設立した。ゴルフ場の建設用地は、和歌山と大阪との県境。 コース峠に近い梅原地区の30万坪の山を買収した。コース設計は、日本アマチュアゴルフ選手権、競技4回優勝、広野ゴルフクラブ会場、設計、CH アリソンクラブ選手権12回優勝の佐藤、銀一に依頼した。1964年11月29日、アウトコース九ホールが完成し、開場された。1965年し 増設のインコース9ホールが完成し、18ホール規模のゴルフ場が完成した。佐藤が設計したコースは、打ち上げのコースが多く、砲台型の小さな1グリーンで、広のゴルフクラブを超える深さのガードバンカー、グリーンに近づくほど、戦略的に緊張させられる18ホールが出来上がった。郵便番号 640-8452E 和歌山県。 和歌山市梅原585番地鉄道道路。ありがとうございます。